皆さんこんばんは。水曜バイブル大名ようこそ。9月に入りましたね。1週間お元気でしたか？雨が降ったりとか雷が鳴ったりとかでちょっと朝晩が涼しくなったと思うんですけれども、でも今日本に向かって嫌な台風が近づいてますね。被害に遭われている方、本当に心から癒しがありますようにお祈りいたします。では初めに十字架主にを賛美いたしましょう。いたしましょう。三編。天にいます私たちの父よ、皆が崇められますように、御国が来ますように、御心が天で行われるように、地でも行われますように、私たちの日ごとの糧を今日もお与えください。私たちの負い目をお許しください。私たちも私たちに負い目のある人たちを許しました。私たちを試みに合わせないで悪からお救いください。国と力と栄えは特殊にあなたのものだからです。アーメン。ではさらにさらにさらに詩を褒めたたいてまいりましょう。
地上に
の聖書の話は山下さんの方からしていただきます。お願いします。皆さんこんばんは。ようこそバイブルタイムにお越しくださいました。今日は、テーマとしては救いの教理ということで、義人、聖歌、栄歌、そして敬虚というテーマでお話したいと思います。で、その前に一つお見せしたい写真があるんですが、この写真は見たことございますか？あ、ないですか。3ヶ月までですね、アメリカで暴動があって、でその時トランプ大統領がですね、ホワイトハウスの近くの教会が、放火されたんですけど、そこに行ってですね、こう聖書を掲げたポーズを取ったという、ね、有名な、私はインターネットで見たんですけど、あ、そうですか、ね、これ有名な写真だと思うんですよね。このワシントンの、セントジョーンズ教会というところだそうですね。聖書を挙げるトランプ米大統領ということで、ちょっと記事をですね、読んでみたいと思います。もう細かいので私が読みますので、ちょっと聞いててください。赤字が書いてにしたるところはちょっと強調したいところなんですけどね、ワシントン自治、白人警官による黒人男性暴行死をきっかけに全米に広がった抗議デモをめぐり、トランプ大統領が平和的なデモを排除してホワイトハウス付近の教会を訪れたパフォーマンスについて、宗教界から2日、これ6月2日です、批判が相次いだ。市民を抑圧して宗教を政治利用する行為が聖書の教えに反するという理由からだ。トランプ氏は1日夕、ホワイトハウスを徒歩で出ると広場を挟んだセントジョーンズ教会に向かい、聖書を片手に教会前で報道陣にポーズを取った。治安回復をアピールする狙いからで、その直前広場にいた平和的なデモ参加者は野外外出禁止令の発動前にもかかわらず催涙弾で強制排除されていた。ちょっとこれ補足するとですね、後でトランプ大統領はそういうデモがホワイトハウスの周辺で行われていたのは知らなかったと、でそれをまた排除するように指示した覚えもないというふうに今コメントしています。でそれで、ワシントン教区を束ねるマリアン・ブッティ司教は、傷ついた北の国に対する大統領の扇動的行動を決して支持しない、私たちは平和的な抗議という神聖な行いを通じ犠牲者に正義を求める人々の側に立つと非難した。イエズス会のジェームス・マーティン牧師も、国民に対して軍を出すと脅しながら聖書を振りかざす行為がイエスの教えに反すると批判、聖書は小道具ではない、宗教は政治的手段ではなく神はおもちゃではないと断じた。トランプ氏は4年前の大統領選の際に、私ほど聖書を読む人はいないと信仰心の厚さを訴えたことがある、だが好きな聖書の一節を問われると個人的な話なので言いたくないとはぐらかし、信仰心の強さに疑問が呈されている。一方トランプ氏の有力支持基盤のキリスト教福音派は擁護に回った。フランクリン・グラハム牧師は、大統領はいつでも教会に行く権利がある、彼がそこに行き聖書を掲げてくれたことを嬉しく思うとコメントした、こういう記事ですね。で私まずね、一国のですね、しかもアメリカというその大統領がその教会の前で聖書をねこうアピールするっていう姿にびっくりしました。俺日本でやったらどうでしょう、大統領総理大臣が、ありえないですよね。でびっくりしましたね。でそういう国かと思いましたですね。で私は皆さんでそこでちょっとお聞きしたいなと思うのはね、この写真を見てですね、この、記事では、2つに分かれています。で、反対の意見としてね、そもそもその聖書は子供じゃないと、宗教利用するとは何事かっていうね、そういうまず感想ですよね、見方と、もう一つは大統領であっても教会に行く権利はあると、
でそこに行き聖書を掲げてくれたことを嬉しく思うと、でそういう意見と2つこう分かれると思うんですよ。皆さんどうですか。私はね、あの後者です。最初見た時ねすごい嬉しかったですね。で私やっぱクリスチャンだし、で同じ大統領という方がねそのクリスチャンで、で聖書をこう掲げて聖書に従うと、神に従うんだと、そういうねあのことを示してるっていうのは、しかもアメリカの大統領でしょ、ね、人類の、ね、将来に非常にインパクトのある方なんですよね。でそういう方が神に従ってるっていうのはすごい心強いなと思ったんですよ。まあ、でも私は今政治のことは全然わかんないし、まあ3ヶ月前というとあんまりそうですね、トランプ大統領のことも何も知らなかったですけどね、うん、でもね純粋に本当嬉しかったですね。でこういうあの姿を見てとても良かったんですが、まあ、反対意見もあるということで、結局これはここにちょっとおしまいの方に書いてあるようにね、4年前の大統領選の時にね、その自分はクリスチャンだということを公にねこう公言したんですよね、あのトランプさんね。で私ほど聖書を読む人はいないんだと、で非常に自分は信仰心が厚いんだと言ったんだけども、どうもその見てると信仰心の強さには疑問が呈されてるっていうふうにね、こう多くの人がなんか疑問を持ってるんじゃないかと。だから、まあ、ぶっちゃけ言うと、ほんまにあんたそれでもクリスチャンみたいなね、うん、そういうのがあるんじゃないかなということでね、今日はですね、本当のクリスチャン、まことのクリスチャンというのは何なんだということをちょっと考えたいんですよ。で、まあ、これは聖書のどっかにその定義がねこう書いてあるとかいうことではありません。で、私がずっと勉強している間に、あるいはいろんなインターネットで聞いてるメッセージを、まとめると、この黄色で囲ったようなねことなのかなというふうに漠然と思ってます。で読むとですね、福音を信じ悔い改めて救いを受け、で永遠の命を得て神のことをされ、で聖霊に満たされて御霊の実を多く結び、神の栄光を求めイエス・キリストに似たものになるように日々生活している、そういう人かなと、そういう人物像ですねが浮かぶんですけどね。でほんならですね、で次自分のにこう帰ってくるんですけど、自分は本当に救われてるのかなというのは、私は洗礼受けて3年なんですけど、時々ね不安になるんですよね、うん、でどうやってそれは分かるのかなということを、どうしたら分かるんだろうとずっと考えてきました、で今日はですねこれがテーマです。で聖書が教える、救いの距離に一遍ちょっと立ち返ってですね、ちょっと自分自身が本当に救われているかどうかというのをちょっと吟味したいと、時々吟味するんですけどね。で、なんかいい方法がないかなということで、一つのこれは、答えじゃないんですけど、私が調べた限りではこういうことかなということです。なぜこうちょっとこだわるのかというとですね、これ後から経験の話をしますけど、この救われているかどうかということは、私たちのこの永遠の運命に関わる問題、非常に大切な問題だからだと思うからです。ではどうしてですね、どうやってじゃあ救われるかということについて、聖書は何と言っているかということをですね、調べるということが、これはもう教科書的にね、もう皆さんもご存知かもしれないんですけど、それをちょっと確認したいと思います。まずこれエペソ人への手紙2章1節から9節にこういうことが記されています。さてあなた方は自分の背きと罪の中で死んでいたものであり、ちょっと省略しますけども、背きの中に死んでいた私たちをキリストと共に生かしてくださいました。あなた方が救われたのは恵みによるのです。この恵みのゆえにあなた方は信仰によって救われたのです。それはあなた方から出たことではなく神の賜物です。行いによるのではありません。誰も誇ることがないためですと。
ふうにはっきり書かれています。だから救いは恵みによるものだと。でこの恵みによゆえ その信仰によって救われたんだということですね。ではその信仰の中身はどういうものですかということに問題があって、でこれもはっきりと聖書にはパウロが答えてます。コリント人への手紙第1:15-2-5。兄弟たち、私があなた方に述べ伝えた福音を改めて知らせます。あなた方はその福音を受け入れ、その福音によって立っているのです。私がどのような言葉で福音を伝えたか、あなた方がしっかり覚えているなら、この福音によって救われます。とそうでなければあなた方が信じたことは無駄になってしまいます。私があなた方に最も大切なこととして伝えたのは、私も受けたことであって次のことです。キリストは聖書に書いてある通りに、私たちの罪のために死なれたこと、また葬られたこと、また聖書に書いてある通りに3日目によみがえられたこと、またケファに現れ、それから十二弟子に現れたことです。ケファっていうのはペテロのことですね。でこれはまあ有名な話で、一般的には福音の三要素と言ってる人が多いです。つまりキリストは私たちの罪に十字架にかかって死なれた、で葬られた、で3日後に聖書に書いてある通りに復活された、この3つを信ずれば救われるんですよと。で多くの人がもうこれ反対する人はいないですね。もうどこを読んでもですね、こういうふうに書かれてます。でこういうことであれば、このじゃあ福音を信じてですね、そしたら救われて、でその救いのプロセスというのはどういうものなのか、ここからね難しいんですよね。で私は洗礼を受けて、で救いっていうのは何なのかなというのを、いくらね聖書を読んでも分かんないですね。まあ2500ページありますから、でそこに分散されてねわーっと書かれてるんですよ。でこれはね多分ね聖書を読んで分かる人いないと思います。で、福音派のちゃんとした、しっかりした、神学校へ行ってた方でやるとか、でそういう方のメッセージですね、で中に語られていることをまとめると、今はこういうことだと思います。3つのプロセスがあります。プロセスというか救いの構造は3つからなっていると。義人、聖歌、栄歌だそうです。で義人とは何かというと、福音を信ずるとですね、それを義と認められると、神様が認めるということです。でこれは過去形の救いと言われてて、神様からのこれは一方的な、先ほど読んだように恵みなんですね。でそれによって信仰によって全ての罪が許されるんだと。で福音をですね受け入れた瞬間にこれが起こりですね、で聖霊が内住すると言われています。で永遠の命を得て神のことをされる、これが義人です。一瞬のうちに起こるって言います。でその後に何が起こるかというと、聖化というプロセスが続くんだと。でこれはですねどのように説明されているかというと、聖化というのは義人を受けた人がですね聖なるものへと変えられていく、そういう過程であって、現在進行形の救いだというふうに説明されています。で信仰によって義とされても、私たちはこの世の中に、呪われた世の中にですね生きているわけですから、まだ内面には罪の性質が残っているわけです。で聖霊の、内住があります。でその聖霊の働きによって聖なるものへと変えてもらういただくと、そういうプロセスで、古い自分とそれから新しいですね、新たに生まれた自分の葛藤があるので、非常にある人にとっては苦しいかもしれないし、でまずそれが変えられていくのに時間がかかるので、非常に長時間かかる、一生かけてこう歩んでいくプロセス、これが成果です。で聖霊によって御霊の実、後から説明しますけど、それが結んでいくということですね。でそれが成果で、最後にどうなるかというと栄華ということが起こります。でこれは未来系の救いで、将来ですね肉体が復活し栄光の体が与えられて、
聖火がここで完成すると、まあ、イエス・キリストのようになるということですね。これはいつ起こるかというと敬虚の時に起こる。で、敬虚で救いが完成すると、そういうふうにですね言われてます。で、この中で、まあ、全体のですね、その聖書が教えている、まあ、世界観の中でこれはどこに位置づけられるのかというとですね、今は、まあ、AD2020 年ということですよね。で、2000年前にイエス様が私たちの罪を贖うために来られました。で、今は終末の時代と言われてます。で、次に何が起こるかというのはもう予言されています。敬虚です。敬虚が起こる。敬虚って何かというとですね、これも聖書には予言されていることで、テサロニケの手紙第1、4章16から18節で、すなわち号令と御使いの頭の声と神のラッパの響きとともに主ご自身が天から下って来られます。そしてまずキリストにある信者がよみがえり、それから生き残っている私たちが彼らと一緒に雲に包まれて引き上げられ、空中で主と会うのです。こうして私たちはいつまでも主と共にいることになります。また別のコリント人への手紙第1、15章52節にもこういうくだりがあります。終わりのラッパとともにたちまち一瞬のうちに変えられます。ラッパが鳴ると死者は朽ちないものによみがえり、私たちは変えられるのです。これ変えられるというのは復活の体に変えられるという意味ですね。で、このようにですね、初臨、まあ、2000年前、イエス様が来られました。で、一旦ですね天に召されました。で、また来られるということですね。で、まあ、敬虚と再臨というのがあるんですけど、これ違うんですが、最初に起こるのが敬虚です。で、これはちょっと分かりにくいので、ちょっと図にですね、これは正しいかどうか分かりません。漫画にですね、ちょっと書いてみました。間違ってるかもしれません。もし間違ってたら教えてください。今、私たちはですね、この自分中心のですね、生活を私たちの、救われる前ですね、福音を信じる前の私たちは自分中心の生活をしていました。で、肉の技とガラテヤ人の手紙では書いてるんですが、で、そういうですね、悪いですね、ことばっかりまあしてるわけですよね。で、そういう環境の中で暮らしていた罪深い罪人、それが私たちだったわけです。で、どんなことがあるかというとですね、これ読んでみるとですね、みだらな行い、汚れ、公職、偶像礼拝、魔術、敵意、争い、妬み、憤り、党派心、分裂、分派、妬み、泥酔、なんて書いてますか、遊興の類っていうふうに原文には書いてますね。だからこれだけじゃないですね、もっととにかく悪いことがねたくさんあると、そういうことをしているのが自分中心で生きている人間の姿なんだよということですよね。で、それに対して御霊の実っていうのはですね、この聖霊様が内住されて、で、こう育ってくるそのいい、まあ、フルーツなわけですね。で、それは何かというと愛、喜び、平安、寛容、親切、善意、誠実、柔和、自制と、で、こういうものが、まあ、御霊なんだ、御霊の実なんだよと。で、私たちは福音を信ずるとですね、その瞬間に、まあ、新たに死んでた霊がですね、まあ生きると、まあイエス様もおっしゃってます。新たに生まれるということですね。で、それが、まあ、このイメージですね。新たに霊的に誕生する。そしてその瞬間に聖霊が私たちにイエス様を送ってくださってですね、助け人として送ってくださって、聖霊の内住がそこからあります。だけどここが問題なんですけどね、まあ、私たちは引き続きこのように生きてます。したがってそのまま肉体も継続してるんですね。だからこう二重にこう
一方はこう自分中心のですね、こう肉の技があるそういう状態と、それともう天に属しているですね、この御霊聖霊様に従っていこうとするそういう新しい自分、古い自分、共存しているんですね。で、聖火のプロセスというのはこれを抑えてですね、で聖霊様が御霊の実をどんどん作ってくれて、で自制とそういうそこに書いてあるような喜び平安によってこの肉の技を消していく、そういうプロセスが聖火です。でもこれが消えることはありません。だから罪の内従は必ずあるから、でそことの戦いは必ずあるんです。だからよくまあなんで神が愛なら観難があるのかとかですね、いろんな疑問が、そういう疑問があるわけですけど、これはそういう理由によるものですね。で聖火のプロセスっていうのはここで完全に救われているわけではなくてですね、その途上にある。で本当の救いの完成は栄華、つまり救挙が起きた時に起こる。でそれは何が起こるかっていうと、先ほど言いましたようですね、号令と御使いの頭の声と神のラッパの響きとともに主ご自身がですね天から迎えに来てくれるんですね。でそしてキリストにある死者がっていうのは、つまり敬虚の前に亡くなる人はたくさんいるわけですから、その人がまず蘇るとですね。でその時に復活した体が与えられる。で生きている人ですね、例えば今ですね、今敬虚が起きると私たちはそのままですね天に上げられて、この体がそのまま復活の体と栄光の体に変えられると、でそういうふうに書いてます。でそして永遠に人ともにいうことになるんだと。でそれが栄華です。でこのプロセスを考えているときにですね、見るとですね、この今私たちは今どこにいるかというと、この部分にいるんですね、2020年ですね、あと景気まで何年あるかなと。1日寝るたびに1日短くなっていくのは間違いないんですけど、多くの人がですね、1948年ですか、イスラエルが建国して、でその後のいつ次に起こることが、反キリストが出てきて、でイスラエルと7年の和平条約を結ぶですか、でそういうようなことが予言として書かれている。それが起きると大患難時代、7年間の大患難時代が来るということですね。でその前に景気が起こるわけです。で景気はいつ起こるか分かりませんけども、景気が起きたら今まで抑えられていたサタンが活動して反キリストが出てくるというふうに言われています。だからそこら辺はいろいろ議論があると思うんですけど、そこら辺はですね皆さんで、勉強されたらいいと思いますけど、私は今言ったような説を信じております。でそういう説に従うと今の私の状態がですね、もう常にその内住する精霊からのですね欲求と古い自分のね、その罪深い自分の元に戻ろうとする欲求が戦っているような状況ですね、で非常にしんどいわけですけども、それでですね、一番最初の、答えというか、受け入れで申し訳ないんですけど、一度探すとですね、このハーベストタイムのメッセージステーションの、最近のメッセージですね、ガラテヤ人への手紙の中で罪に打ち勝つ秘訣は何かという中で、クリスチャン生活のチェックポイントと題してですね、自分敬虚の前にですね、自分が救われているかどうかというのをチェックする必要があるでしょうと。で特に、非常に長いそのクリスチャン生活を送ってこられた方ほど おすすめしたいと。本当にあなたは大丈夫ですかと、
でそのチェックポイントですね、救いのチェックポイントというか、救われているかどうかという確認するにはこの4つを見てくださいと、そういうふうにおっしゃってました。でちょっと今パッとくってですね、ポンとそのまま、4つ4項目ですね、記しました。で1番目、自分のうちに2つの性質が宿っているかということですね。こういうことですね。だから、もし福音を信じて、救われたらですね、必ず聖霊が来てますですね。で新しい生まれ変わった自分がいるはずなんですよ。そうすると古い自分もいるから、罪は必ず残ってるから、そこで戦いがあるはずです。で、葛藤がありますかと、あるいは過去にもね、そういう葛藤があったか、あるいはあるか、これが一つの証拠になる。だから正常なクリスチャンの、まあ、状態っていうのはもうずっとルンルンルンってね、それもあるんだけど、それもあります、もちろんね。ただそれは患難の中にあってもルンルン気分で非常に嬉しい、喜びに満たされていると、そういう状態があるはずであると。何もないっていう、何もないっていうのはだから何もその葛藤がないっていう状況はちょっと吟味してくださいですね、これはね、っていうふうにありました。でもう一つ、聖霊とのコミュニケーションラインを保っているだろうか、聖霊により頼み聖霊に道を譲っているだろうか。でこれはですね、聖霊はだから私たちは御霊をこうたわわにつけたいわけですけども、ああいう、まあ、愛喜び平安といったですね、自制心であるとかそういうのがあれば、こういうのにこういう昔の自分に打ち勝っていくことができるなと思うんですけど、なかなかですね、自分の力では不可能なわけですよね。でそれはできません、できないんですよ。だから聖霊が来られているんです。で神の技です、私たちが救われて、で成果が霊的に成長を遂げるというのは、それは私たちの力でやるんではなくて聖霊がしてくださるんですよね。で聖霊とつながってないとですね、それできないんですね。で必ず私に言ってるんじゃないですか、中川先生言ってるんですけど、必ず破綻しますと言ってます、だから必ず聖霊とつながっていってください、必ず聖霊の、まあ、言うことを聞いてください、必ず聖霊が変えてくださいます。でそれに逆らわないでください、従ってください聖霊に。でそれが聖霊と共に歩むということです。そういうことで、私は確かにそうだとアーメンと思いました、確かにそうです。でキリストの栄光が現れることを心から願っているだろうか。結局これは聖霊様というのはキリストの栄光を表すためにいるわけです。だから私たちの被造物です。だから神様の栄光を表すために私たちは作られました。だからこれが本心からそういうのを願っているはずなんです。もし救われてたらですね。でなければ古い自分は自分のことしか考えてません。自分の欲求栄光を表そうと思ってます。あるいはサタンにつけ入れられてサタンの栄光を守ってるかもしれません。そうでないということをチェックしてくださいと、そういうことですね。でまた私はまあだから毎日苦しいので一応一はねクリアしてるかなと。で成果のプロセスは非常に長くかかるということを言われてました。桃クリス3年かけ8年ですが、私やっと3年なんでね、まあもうちょっとまともになるには8年かかっても不思議じゃないと思ってちょっと安心してですね、引き続き聖霊により頼みですね、聖果の神と共に聖霊と共に御霊と共に歩むですね、そういう人生を送っていきたいというふうに思ってます。で皆さんも、もしご参考になったらですね、こういったことをちょっと今この瞬間に経験が起きてもおかしくないわけですから、起きたら手遅れです。だから
あ、チャンスはあるんですけどね、警挙の後でも救われる人はいますから。ただその犠牲とたるや大変なものです。まあ、一遍またはですね、次回9月30日にメッセージのチャンスを与えてくださっているので、週末のね、あの時に一体どんなすごいことが起こるのかっていう一遍ですね、私はまとめて、見たいなと思ってます。もし警挙の時に救われないと、上げていただかないとですね、そこを通過して救われなきゃいけないとなると大変ですよね。大変というかもう考えられないですよね。だから、まあ、備えというのはあって今ですね、まあ、恵みの時と言いますけど、恵みの時代とも言われてますけど、今ならただです。ただで救われます。大丈夫です。まだ間に合います。生きてる間は間に合います。で、死んだら遅いということですね。ということで今日の、まあ、お話はこれで終わりたいと思います。また次回ですね、こういったことを、まあ、1回2回こういう話をするだけじゃなくて何回でもとっても大事なとこなので、していきたいと思ってます。最後にですね、御言葉をちょっと皆さんと心を一つにしてお祈りしたいなと思います。これ私大好きなですね、詩編119編、ね、ダビデのですね、神のこの神様の御言葉を求めるもう真剣なあのダビデの気持ちで、それに従っていこうと、歩んでいこうと、そういう気持ちがにじむ出るね、その詩編ですね、119編ですね。でその中から俺前回もこれ読んだんですけども、10個ですね、ちょっと選んで皆さんと一緒に読んでみたいと思います。まずですね、では、はい、私はあなたの諭しの道をどんな宝よりも楽しんでいます。あなたの諭しこそ私の喜び、私の助言者です。苦しみにあったことは私にとって幸せでした。それにより私はあなたの掟を学びました。どうか憐れみを私に望ませ私を生かしてください。あなたの御教えは私の喜びです。あなたの御言葉は私の足の灯火、私の道の光です。苦難と窮乏が私に襲いかかっています。しかしあなたの仰せは私の喜びです。私の苦しみをご覧になり私を助け出してください。私はあなたの御教えを忘れません。あなたの御教えを愛する者には豊かな平安がありつまずきがありません。私の切なる願いが御前に届きますように、あなたの御言葉の通りに私を救い出してください。私を滅びる羊のようにさまよっています。どうかこのしもべを探してください。私はあなたの仰せを忘れません。アメン。ありがとうございました。愛する天のお父様、あなたの皆が常しえまで崇められますように、毎日の私たちにコロナ禍にあっても祝福を与えてくださり守ってくださり、深々く感謝します。今日はこのような分かち合いのチャンスを与えてくださってありがとうございます。これからいつ景況が起こるか神様しか知りません。私たちはそれを希望にしています。必ず私たちは救い出してくださいます。私たちを救い出してくださいます。どうか私たちをご覧になり私たちを助け出してください。あなたの御教えを求めそして従っていきます。主イエスキリストの皆においてお祈りいたします。アメン。
祈りイエス様に感謝の拍手を捧げましょう。ではまた皆さん1週間神様に守られ、神様と共に歩む毎日でありますように感謝します。